こんにちは、カズです。今日はですね、ここまでね、ヤギ散歩を、ジンバル片手にね、今そっちに置いちゃってますけど、スタビライザーでヤギ散歩を追いかけながら来ました。久しぶりになるのかな、1週間ぶりぐらいになるのかなと思うんですけど、これからまたマビックミニをちょっと飛ばそうかなと思いますね。いや、暑くなった、すげえ暑くなった。緑だらけですね。でね、今日は多分田んぼに結構水が張ってるんで、その田んぼの様子のロケハンみたいなとこですかね。時間帯によって、まあ移りってのは変わってくるだろうし、まあいつが一番いい感じなのかっていうのはちょっとまた探りながらかなとは思いますけど、はい、まあビッグミニをね、まったり飛ばそうかなと思います。はい、周囲のね、安全確認 OK ですね。今回ね、こういう場所から離陸しますけど、最近僕こんな感じなんですけど、まあ離陸のね、仕方なんてのは皆さん臨機応変でいいのかなっていうことで、地面が草があって離陸しづらいっていうところであれば、こうやってカバンを置くとか、あとは、まあ、このカバンの置き方もちょっとね、もう平らな面、こう、ね、平らな面をなるべく離陸場所として使う、こんなのもありですよね。こんな風にしてもいいと思います。もしくは自分の上着を脱いで地面に置くことによって、なるべく平らな場所を作るとかね、そういった方法もあるので、はい、まあ知恵を使って臨機応変にね、やっていきましょう。ではモーター回します。周囲の確認してからですね、周囲の確認して誰もない、安全そうだ、鳥とかね、猛禽類とかが飛んでないとかね、確認ができたらモーターを回しましょう。はい、モーター回します。はい、じゃあ離陸します。ホームポイントが更新されました。でチャットからやっていきましょうかね。まあいつものようにね、僕はガーッと下げちゃいます。機体をね、バックで撮影するとき、バックで飛行するときは、自分以外にドローンを見てあげられる人がいないので、ドローン自身がね、映像で自分の位置を確認するっていうことができないので、ここら辺にしとこうかな。はい、でもうちょっと、ここか。はい、機体をね、確認しながら行きましょう。ちょっとまあこれぐらいで行こうかなと思います。ディスプレイがね、ちょっと見づらいですけど。でラダー入れて方向、僕は湯畑をこうセンターに持っていきたいですね。なるべくね、フライトするときは早くなっちゃう、早く飛ばすのって楽なんですよ。僕も今結構早いんですけど、ゆっくり飛ばす、じんわり飛ばすのがやっぱり空撮には求められることが多いのかなと思います。ですのでビュンビュンね、レースでもやってんのかよっていうぐらいビュンビュン飛ばしてる人もいますけど、そういうのじゃなくてじんわりとね、飛ばしていくのがいいのかなと思います。映像もね、じんわりの方が見ててストレスがないかなと思いますので、ちょっとさっき一回ね、川土手の方に近すぎちゃったから怖かったね。ここからはね、高度を上げつついきましょうか。こう上昇を強めにしていきましょう。あ、強風警告出てる。ちょっとやめとこっか。アプリが落ちた。今日ね、めっちゃアプリが落ちるんですよね。ちょっとこれ、墜落してないでしょ。風が強いからちょっと機体がきつそうだわ。ちょっと今日風が強い時にね、無理して飛ばす必要もないかなってことで、今日はサクッとでやめときましょう。はい、という感じでね、今日はこんな風に
撮影をしておりました。もう一発行きたいな、28パだけど、個人的にはね。はい、まあ降ろしましょう。あ、電車来た、撮りたい。ちょっと頑張っていいですかよし、ちょっと電車来たんで、あの電車に合わせて一発やります。ピーピー言いますけど、バッテリー残量 25% あるんでいけますね。基本的にドローンでね、撮影するときって、到達したインテリジェントリターンポイント10秒後に自動復帰航空機。はい、来ました。じゃあここから行きます。こっから知ってる知ってる知ってる。こうね、電車が入ってくるところに合わせて行きたい。14%。ダメだ、やめよう、風も強い。ちょっと戻します。はい、で、あ、ピンが近いね。ちょっとピンが近いので、重度の低バッテリー警告、こうね、掴んだら、はい、止まりましたと。まあ、切りましょう。レッグオフ。